どうもー、あんこ映画チャンネルです。パニューパニューということでございまして、本日はですね、なんとゲストが2人も来ております。まずはこちら。どうも、マサゴニアです。よろしくお願いしますもう YouTube 出る時はマサゴニアな、はい、マサゴニア食べ歩きチャンネルっていうのをやってます。はい、今日はコラボですゲストでも来てもらいました、はい、ぜひね、概要欄にも書くんで。ありがとうございます、はい、マサゴニアさん、そして、はい、続いて、どうも、中指です。バカ野郎、バカ野郎、おい、編集しねえって食べちゃうんじゃかよ。中指2 やめろ編集しねえって。編集してください。ここに何かやるか、すいません、はい、最悪だよ。まっさり切ってください、はいはい、作家のカーシャです。カーシャちゃん、お願いします。マサゴニアさん、はい、事務所のね、パイセン、もう長い付き合いで、はい、あの食べ歩きを付き合っていただいて、はい、ね、いやいや、ありがとうございます、ね、ありがとうちょっとね、うん、まあ、マサゴニアさんのチャンネルでも言ったんですけど、はい、ちょっとまだ YouTube 出てないですよね。一応撮ってはいます。撮ってはいますよね。だからこの動画が先に出る可能性が全然あるんですけど。これは結構は比較的早めに上がるんですか。あ、もう撮った大体その日か次の日には毎回上げてます、ね。あ、そんなすぐ出るんだ。マサゴニアさんのチャンネルもう13本ぐらい溜まってるんだ。めちゃくちゃ溜まってる。チャンネル解説もしてないのに13本動画溜まってるんです。カーシャ君と一緒にね、やってるんですけど、まだちょっと更新は更新してない。してないっていうことで。解説すらしてない。してないです。で、僕も初めてですよ、解説してないのにコラボするって。ゲスト会、はい、どういうことっていうね。いや、本当ありがとうね。いやいや、こちらこそ。楽しかったです、はい、で、マサゴニアさんパイセンで、はい、で、このカーシャちゃんも、うん、まあ同じ事務所でね、だったとか、はい、で、今は作家さんで、まあね、はい、近いですから。そうですよ、ほぼほぼ同期っていう。あ、そっか。そうです、ほぼなるんだ。厳密に言うと、あんこのパイセンです。半年ですかね。あ、じゃあほぼほぼ本当一緒だね。そうなんですよ。で、一回集まって、うん、もう敬語をやめにしないかっていう会議を、はい、あ、そういうのがあったんだ。はい、寿司の食べ放題行った時に決まりまして、はい、確かに今日普通にタメ口で喋ってたから。もう難しくても、もう4年、4、5年前なんですよ、うん、うん、そっか。そ、前コンビ組んでる時にそんな話になった。あ、ビスケット時代。ビスケット時代。潮崎元気してるかな。潮崎くん、見てる多分見てないですそういう男でしたが見てないかはい、ということでね、そんなつながりの2人とですね、お願いします。は、はい、映画のお話を、映画チャンネルなんで。あ、映画の話しなくちゃいけないですか。いや、何別になんか、ね、雑談で言っていいのか聞いてたのに。いや、ほら、雑談にしてもほら、やっぱちょっと映画絡めた方がいいのかなっていう。好きな女の子のタイプは映画いいの映画の話。いや、でも、ね、うん、なんかね、改めてだけど、その映画の話をほとんどしたことないなと思って。なかなかね、そうやって映画の話する機会もね、ないもんね。ないですもんね、うん、なんで。一応でもコラボした時に話してるんですけどね。あ、こっちのね、チャンネルでは、はい、ただ まあ全然上がってないから多分こっちが初向こうが、くそー、向こう、マサゴニアチャンネルの方が2番センチみたいになった。時系列的にはさっき話したんですけど、撮ったのはこっちが先だから、なのにこっちが初出しみたいな。くそー、はい、早く出したもん勝ちなんで。あと視聴者さんめっちゃこんがらがります、多分今どこにいるのか、ね、ややこしい、ね、ややこしいですけど。でもなんか最近見た映画とかお二人あります？うん、映画ね。ああ、でも僕はあれ、うん、映画館この間見に、先週、はい、ホラー映画の、はい、ブギーマン。え？見に行ってきました。ブギーマンっすか？でもさっき話したのこっちのチャンネルで。でもくしくもこっちが先に更新されるから。そうそう、いや、この動画の1ヶ月後ぐらいに同じ話した。だからリピート目みたいなね、はい、ついてこれてますか時系列そう、そのブギーマンを見に行ってきました、はい、これなんでまずブギーマン見ようと思ったんですか。あ、だ、奥さんがいるんですけど、奥さんね、はい、奥さんがそのちょっと休みに映画なんてどうみたいな、はいはいはい、話があってホラー映画ちょっと見たいって言って、はい、一緒に行ってきました。いや、一緒にブギーマンなんですね。ブギーマン、いや、奥さん渋すぎます、うん、通ですねめっちゃ怖かったらしくて、はいはいはい、結構びっくりする系、あんま言うとあれなんで、はい、ジャンプスキアっていう、そう、プッって、それがめちゃくちゃ苦手みたいで、ああ、はいはい、ほとんど見てなかった、もう怖くて下向いてた、だ終わってた、それもう配信で見た方が良かったですよ。内容はあんま分かんないって、だから、とにかく怖い、怖いの苦手な人は
ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです、はい、だって暗闇が結構多い映画ですよね。あ、そう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 、でやっぱ映画館のあのなバーンってくるその迫力圧というかね、いや怖かったね。でもあれも本当になんか人気作品で、うん、最初あの映画館で公開されない予定だったけど、うん、されたらしくて、あ、そうなんだ、人気でっていうのがあって、いや僕もまだ見れてないですよね、うん、なんかブギーマンっていう言葉は結構有名で、なんかね、はい、なんかあのネットで調べたの、そのブギーマンってなんだろうと思って、そうそう、ね、そう名前があるそうそう、で調べたけど、もう今忘れちゃってるから伝えはできないですけどはい、はい、なんかそんなような感じの言葉、そう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 、うん、お化け的な、お化け的な名前つけてて、今回だからどういう風にそれがストーリーに絡んでくるのかとか、ちょっとない楽しみだったし、うん、ぜひちょっと見たいです。お時間あったら、確かに。じゃあ川下ちゃん、なんだろうね、いやでもこれは 見たって、まあ、言ってないかもしれないけど、うん、君たちはどう生きるか言ったよ、しかも僕のチャンネルでどうでした？しょうがない、これが先に出るからね、こっちのチャンネルが。いや難しい難しい、うん、そっか、これ共通するもんね、3人見て。でもあれだね、そんな考えすぎなければ、うん、まあまあじゃない、そうだね、なんだから、だからそう難しい難しいと言って敬遠してる人もいるじゃん、多分、ね、いる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 、うん、結構なんかネットで見たら、うん、そのまあ普通にアニメだったけど情報なさすぎて、うん、2時間宮崎駿が説教する動画じゃねえかっていうなんか憶測もあってあの、ね、君たちはどう生きるかって、そうコンコンと語る映画じゃねえかみたいななるほどね、そういう予想もあったけどまあでもちゃんとファンタジーというかね、うん、でもオープニングちょっと戦時中の話から入るときはちょっとあれもしかして風立ちぬみたいなちょっと渋いやつかなと思いましたよね。だから情報一切ね外に出ずに映画館で行って初めて分かるみたいな、今回は、ね、ようやくまあでね誰が声優でとかどういうさ、うん、キャラクター出てきてみたいなのも出てるけど、ね、うん、はいはい、それは何も知らずに行ってさ、うん、やっぱ最後のエンドロールの声優陣びっくりしたし、あーそれもねびっくりしたね、これ出てんだ、僕キムタク気づかなかったんですよ、えあんだけ出てたら、僕も気づかなかった、キムタクは分かったけどね一瞬で、あすごいね、でもそれ以外は分かんなかった、菅田将暉とかも全然分かんなかった、いや分かんなかった、菅田将暉があれですよね、青サギ、青サギ、そう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 、いやうまいよな、あいみょんとかいたしね、確かにえって思ったもんねあれ見て、あいみょんみたいな、でちょっとやっぱ滝沢カレンにざわついたもんちょっとね、あ出てた出てた、もう一回見たくなるね、その声を知って、ね、あ、ちょ、そんなことで話したいことあるよ、あ、おい、おい、おい、あれ見てないの、ビバーン見てる、あー見てない、あー見たい、でも感謝くんのあれなんかツイッターかストーリーで面白い、これは映画じゃないけどマジで映画規模が、なんか3話がえらいやばいって、4話4話4話、なんかすごいあるらしい、これは言え、まあ、そうなんだ、言えないですけど、だから言っちゃえば半沢直樹の雰囲気なんで、まあ、監督もそうだけど、日曜の、はいはい、同じ時間で同じ時間だしね、そう、うん、だから日本の中のさ銀行とかそういうのもさ、うん、あのお金のやり取りじゃない、うん、海外だから、うん、でお金も絡むんだけど、うん、一応もうそのテロリストとかの、うん、テロリストと警察の話っちゃ話だ、うん、あ、そうなんだ、意外だな、そこはもう本当に見てもう映画好きは絶対好きだから見てほしいで、考察もすごい出てるから、実はこいつが裏切り者なんじゃないかみたいな、なるほど、なるほどね、そっち系の話でもあんのか、主人公が坂井雅人さん、うん、で阿部寛さん、多分ダブル主演の分かってる、うん、で二階堂ふみ、役所広司とか、あとは、松坂桃李、あと二野もね、二野もいる、でもそのさ、はい、メインの、 あの写真、画像というか、はい、あれには二野乗ってないの、はい、で役所広司、うん、ほぼまだ出てきてないし、あ、そうなんだ、ちょこちょこ出てるけど、ちゃんとは出てない、はい、松坂桃李なんか、うん、4話、うん、目は出てきてないから、そこに乗ってんのに、で、もう誰が信じていいかな、もう主役も含め、誰を信じていいか分かんないみたいな、うん、毎回裏切られるというか、あーなるほどね、それで引きつけられていくっていうか、アンコに見てほしいな、まあちょっと見たいな、
なんかあの1話のちょっと前半だけ軽く見たけど、なんかあれなんだよね、その会社がお金を振り込む額を間違えて、でその責任者が堺井雅人で、でが あたふたすんだよね。ああやっちゃったみたいで、海外振り込んだ支店に行くけど全然なんか変な対応されるみたいな、取り戻しっていう話。そんなんも全然ジョンノック、そんな全然そっからもどんどんすごいから。4話の一応見て、4話の最後の15分すごかったっすよね。見てる方今コメントではざわついてますから。いや本当にそうなんだよ。まあちょっと見ないとな、気になるね。だから、TVer とかは1話、3話までは上がってて、うん、あ、そうなんだ。それ以降 U-NEXT だとね、見れるんですよ、はいはい、ああなるほどなるほどなるほど。パラビと統合して、統合っていうかね、はいはいはい、サービス統合したから。そっかそっか、最近だよね、そうそうそう、統合した。めちゃくちゃ面白くて、ね、はぁ、あ、ちょっとこれ早く日曜日になってほしい。待ち遠しいね、待ち遠しい。すごいよ。いやでもちょっとね、だいぶ人気なのは知ってるんで、ちょっと見ない。やられたらやりたい。1倍返したクォーターザワ、なんかやりたくなっちゃった。半分、半分、半分か。ごめんなさいね。でも、まあ、そうばっか言ってますけど、ちょっと2人に一番好きな映画。あ、それ聞いてんの。ちょっと聞いていいですか。一番じゃなくてもいいです、うん、好きな映画ちょっと。あ、好きな映画最後に聞いちゃってもいいですか。なんだろう、なんだろう、うん、ちょっと考えさせてもらってもいい。全然いいですよ、はい、これは考えましょう。やっぱこれね、やっぱ難しいと思うんですよ、一番好きな映画とか。でもやっぱ好きな映画をね、やっぱちょっと聞きたいな。でも小さい時見た。いや、どうしました。いや、普通に喋り出したなと思って。おいとか普通に喋り出した。怒られなくてよかった。怒られるかと思って、ネタ振りとかもしてない。うわ、そういうことか。ポケットしてたわ。半分文化人なんだ。文化人の班に行ったんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。こっちのチャンネルでいろいろ話してるんで。続きは、あ、はい、ここの視聴者はあんま見ないでくれ。バカにされるから。バカにされるから。からでもどうすか、あります？そうだね。いや、でもベストワンって映画は言えないな。いや、これってどうですか。なんか例えば僕映画の今お仕事してて、うん、やっぱ見る本数も増えたりとかして、うん、まあその分なんか好きな映画も増えてってんで、うん、やっぱちょっと選べない。そうだよね、いっぱい見てるもんね、うん、やっぱお二人も、うん、そうね、結構見始めちゃったから。けどなんか僕的にはでもその中でも精査してったら、うん、やっぱ小さい時見た映画はやっぱ上位に入るなって、ね、ホームアローンが。いいね。めちゃくちゃ初めて見た映画もね、ジュラシックパーク、ね、えっ、うん、あ、そうなんだ。でもあれだよ、本当に小学校か、うん、もしくは入ってないかもな、保育園とかね、かもしんないけど。そうね、80年、90年代のね、作品もっと前かな、うん、いや、めちゃくちゃ怖かったね、やっぱ。いや、そんなね、トイレよね、ばかりの食われてさ、あの名シーンで、そうそうそう、逃げ込んだ先が意味ないっていう。いや、怖かったな。食われちゃった。そうなんだ、そうなんだね。スピルバーグの作品って実はあの、そういったなんか怖いシーンはちゃんとしてるっていうね。ジョーズの冒頭も、まあ、サメに初めて襲われた人が、うん、その要はビーチに死体があるシーンがあるけど、そこもあのカニがめっちゃ群がってるとか、意外に残酷な人でもある。小さい頃見たら確かトラウマになるなって。まあでもなんだろうな、この何年間で一番泣いたのは、うん、あ、泣いたって言っちゃい、ネタバレ、あ、ネタバレか、うん、ハローゴーストですね。ハローゴーストって映画があって見てないのよ。まだ見てないのか、お前。だってレンタルされてないでしょ、多分まだ。え、だからアマプラにあるよ。え、うわ、あんの？あるよ。あ、あれで、ハローゴーストか。そう、いや、見てない。韓国映画の
これずっと、ずっとおすすめされてたけど、ずっとおすすめしてるんですよ。これはね、本当にそんなやっぱいいんだね、いい映画っていうか、はい、これだから本当に最初はあおすすめされたのは、うん、朝にいたスーミーマンさん、元の、はい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 、が、はい、エイトブリッジのトモさんに勧められて、トモさんはクリームの有田さんに勧められた。あーなるほどなるほど。そのなんか呪術なぎで紹介されて試して見てみて、韓国映画そんな見たことなかったし、なんかあんまりこうなんかすげえ面白いイメージなかったから、うん、もう見てみたらなんだなんだって、あもう面白い面白いな面白いなと思って、最後にドカーンって来る時あって、一旦めちゃくちゃカッてくるとかあって、しかも掴まれたままそのままフィニッシュ、映画のフィニッシュ、終わりとしては最高の、いやだからそのガーってきた後からしばらくあるけど、ここもずーっともうガッて掴まれたまま終わって、あそうなんだ、あれだよね、死んだ人が見える、簡単に言うと、あもう人生に絶望した主人公がいて、何度も自殺未遂するんだけど、未遂になっちゃう、失敗した、ある時失敗した時に、急に4人の幽霊が見える、あはいはいはい、でそこを降りなしていくみたいな、そうあれは何ですか、いや見えてないですみたいな、あ幽霊見えるになっちゃったと、うん、で神様みたいな存在から、うん、この4人の、願いを叶えたらお前死ねると、はいはい、だから自殺したい、死にたい、頑張るのもから、はい、この4人の願い叶えたら死ねるぞっていうことで、こう何とか願いを叶えようとするわけです、うんうん、その最中にやっぱこうそこにあるんですよ、うわ、4人の幽霊もコメディとしてキャラクターが全員、いいねキャラ立ちね、はい、面白そう、面白そう、これ見た、これ見た人みんなね勧めてない、あうんうん、ハローゴースト見た人、星も高かったりしてるな、レビューサイトとかも、あ近年で違う、いやいいです、面白そう、はい、おさごりさんもあります、僕はね、あでもやっぱ昔から、はい、子供の時から見てたっていう話聞いて思い出したのは、あのアダムスファミリーあれはすっごい見てた、いいっすよね、テレビでも何回もやってたし、やっぱ曲も残るし、そう、わあのあれもいっぱい見たね、ハンドとかいいっすよね、あそう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 、ハンドとかね、なんかちょっと可愛いんだよね、そうそうなんですよ、キャラクターが、キャラクターがね、でちょっと不気味なジョークとかもあって、はいはいはい、それも面白くて、子供の時、もしかしたら子供の時初めて習ったブラックジョークかもしれないですね、いやそうかもなんかね、本当にあれなんですよね、フォスターか、フェスターか、あ、フェスター、フェスター、いいですよね、スキンヘッドの、うん、あのおじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんかな、お兄さんかな、はい、主人公の、あ、そうそうそうですね、うん、確かにが、あのクリストファー・ロイドさんだったかな、名前、あ、そうだっけね、やってる役者さん、 あれあれですからね、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのドク、あ、そうなんだ、の人、あ、今繋がった、あ、そうなんだ、そうなんですよ、あの人やってて、すごい演技幅広いな確かにね、全然違う映画だもんね、博士からつけたポケモンかみたいないやでも、わ懐かしいな、なんかそれこそラストとか、 なんかお墓に悪いやつ入れるシーンとか好きでしたもんね、そう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 、バーンって、いや面白かったなあれ、いやだった日本の変態な最後お墓に入れるシーン好きでしたよねって知らないよあんこが好きで好きだったのか知らない、あの人良かったですよね、なんていうの、好きでしたよね、知らないですよ、その知らないよ、お前が好きだったかどうかいいの俺が好きだったかどうかでいいのそうなんですよ。ごめんなさい。むずいね日本語。そうなんですよ。え、あんこくんは？僕ですか。うん、いやーでもなんですかね。なんかそういうさ、ベストって言われた時はなんて言うようにしてる。わかりませんって。面白くない人間かな。いやいや、ちゃいちゃい。そんなんじゃ通用しないよって言われない。君たちはどう生きるか。いやいや。はよ。はよ。それこそ説教映画じゃん。やだよ。でもなんかその、なんか先にさ、うん、なんかつけたりしまして、なんかこんな時のこれですとかさ、はいはいはい、言うときに、
でも絶対言われるじゃん、なんか言われる、言われる、うん、だから何をあげる、そのだからそれで言うと、あのだから最近面白かった映画なら、あはよく言ってで、ね、最近見た映画の面白いやつを、へえ、やっぱオールベストってなるとやっぱちょっと、そう、ね、選べないね、結局時間くださいっていう、それこそね、あの僕が気づかなかったやつをやりちょっとやっちゃいますね。例えばじゃあさっき言ってたけどさ、ホラー映画だったら何がおすすめですかって言われ、うん、上田どうする、そしたらあのドーブザデッドです、ドーブ、あの作品、ゾンビが走って襲ってくるっていうのがあるんですよ、とかまあ一応用意はしてます、引き出しは。でもまあ永遠のテーマですよね、一番何って言われたら何て答えるか、難しいっすね。いやむずいね、むずいことを俺らに聞いてきたんだいやまあまあほら、まあまあほら、まあ新しい視点からちょっとなんかね聞きたかったかなって飲み行きましょうか暑いなぁ、いつもこんな追い詰められてんの、いや、初めてですあの、ジャガモンと斎藤も追い詰めてくるんですけど、うん、あのお二人の方が強いです的確で全員で追い詰める動画をちょっとやるの、いや、あのね、ジャガモンと斎藤が、いや、違う、もうこの3人やったら俺泣くぞ泣くぞ、動画じゃもったいからライブでやろう、いや追い込むライブで、うん、たくさん入れてね、泣くまで、あんこが泣く、あとマサゴン屋さん優しいから一番追い詰められたくないっすよ本当に逆に負けちゃうかもしれないなこっちが追い詰められて逆にということで、まあ、ちょっと今日はね、はい、雑談で回させていただいたんですけど、ありがとう、いやいや、こちらと思ってます、うん、マサゴン屋さんのチャンネルにも、はい、改めてね、はい、私が、はい、マサゴン屋食べ歩きチャンネルという、はい、食べ歩きのチャンネルをやってます、なのでぜひね、そちらも見て、はい、まさこには食べ歩きチャンネルって名前つけてるけど、実際どうなるか分かんないから、チャンネルの名前もただ動画はめちゃくちゃ撮ってますもうストックはもうどんどん出来上がってるんで、まさこにやって言ったのも動画の3話目ぐらいからだからそう、それまではなんか説明なんで、まさこにやの食べ歩きチャンネルって名前だけどなんだって多分何何ってなってると思う、大体さ1話目で言うじゃん、まさこにやとしてやっていくみたいな、はいはいはい、3話目で急にさだからカシ君もずっと僕内藤さん、内藤正弘でやってるんで普段芸人としてそうそうそう、うん、だから最初のうちはずっと内藤さんが呼んでるんで、でもマサゴニアはあのおいおい調べてください内藤さんでね、すいません、もうしばし、はい、概要欄にも載せてるんで、はい、ぜひ見てもらいたいと思います、でカシャちゃんもね、ツイッターとかやってるんで、ツイッターはやってるんでツイッターやってるんで X X で、あと野球のチャンネルもやってるんで、あ、まあまあ、野球詳しいからね、はい、野球好き、たまにあんこのチャンネルの生配信に、はい、ね、そういじりですぐ逃げ出します、ね、そう、俺が編集したら全く帰ってこないのよ毎回はずいのだからコメントしてすぐ出ちゃうからやめてくださいよ、本当にそれ本当に明日事務所ライブ楽しみにしてますて、ね、落ちてんだよって言って何も来ないのよあれと思って落ちてんだよって言ってる子には他のチャンネルにもういないんだ、ただコメントかわいそうで来てそれすらも見てないからね、見てないからもう他のとこ見てるからそうなんですよ、っていうのであるんでね、ぜひこちらもね見ていただきたいと思います。では本日、あ、どうした？ありがとうございました。アニュー。